はい、エントリー9番、早川美恵子さん、浮き雲2人、マイナス2で歌っていただきます。どうぞ。
それが、まあ、難しい言葉で言うと、まあ、肩や喉にまで力入っとくねっていうことだけど、それが腹の方からわっとこう言葉もですね、発音も腹式なの。でそれを唇に力入れちゃうと、いいでしょうね、硬く感じちゃう。いいでしょうね。なんとなく言葉はっきりとんだけど、柔らかいでしょ。それが腹筋でコントロールする。腹筋で、難しい病気でいいからね、これからちょっとチャレンジしていくのは。そうすると歌が良くなる。歌っとるし、ちゃんとね、いろんな意味で気持ちも入れてるんだけど、なんかまだちょっと言葉の表現が硬いなぁと、そうなっちゃうわけ。ね、多分、こう、ごめんなさい、お父さん引き合いに出して悪いけど、お父さん、今日は残念やけど、ね、お風邪で歌って、お風邪で体調が悪くて歌っていただけないけど、あの、お父さんの腹がわーっと発声がとてもいいから、そういうところ、いいところをこそっと盗んで、盗むの、芸は盗むの、枠盗めって言うでしょ。はい、そういうことでね、さらに頑張って、はい、柔らかい、ちょっと柔らかいってね、歌ってみましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。